中学校の時に立山登山ってやるんですよ、ね、でその時にやっぱりほら修学旅行状態でさ、ね、みんなこう一室にこうみんななんと雑魚寝みたいにするじゃない、はい、でそこでさみんなでさ歌合戦しようとかなんとかやってるうちにキャ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 やってるうちに、はい、リエちゃんもなんか歌ってって言われてさ私って言ってなぜか山本リンダさんのモノマネをしたんですよ。そしたらすごい受けて、って言ってその時に初めてね自分が勇気出して人前で、こう楽しくやると自分も楽しいし、そこから一気に友達が増えたんだよ。せっかくなんで食べてください。この、はい、マカマカというねあの名古屋に飲食店のグループがございまして、はい、なんか柴田さんのことも知ってらっしゃるんで多分お会いしたことあると思いますよ社長さんと。マカマカグループ一度なんかその舞台やってる時に楽屋にいらっしゃってくださったことあるかもしれない、ええ、そうだと思います、はい、柴田さんの話されてたんで。うーん美味しいんですよ。美味しいですね。これ何ですか。これはね牛すじなんですけれども、うーんご飯が欲しくなる、うん、本当だ。お酒のつまみも最高、ね、で今やっぱりこう飲食大変なんでこうやって今こう郵送で、はいはい、いろんなトライをされてるんですね。大変だね、コロナの人も、まあ、人事じゃないですけど、まあ、芸能界もそう、自分ところもそう自分ところもそうですよ。そうなんですよね。もうでこちらはですね、はい、パピルス紙という紙があって、うん、その紙に中東の方しかなんかあんまりほとんど書かないそうなんですけれども、あのエジプトの紙でしょパピルス。そうなんですよ、はいはい、あ詳しいじゃないですか。だってほら昔習ったじゃん、パピルスで初めて紙を作りましたって。あなるほどそうだそれエジプトなんですね。そうですエジプトでやっぱ色使いがこう中東なんですけどね。そうね綺麗ですね。でこれはあのパパSK パパイラスっていう会社が貿易会社で、うん、その中東の絵を唯一ここがパピルスの紙の絵をあの日本に輸入しているという会社なんですよ。へえすごく素敵な絵ね。なんか 色使いがやっぱりなんとなく中東な感じかなっていう、うん、でもなんていうかな妙に派手でもなく、落ち着いた色もあって日本に合うし。だからこれも月なのか太陽なのかって微妙なこの色がね僕好きで。本当だね。なんかちょっとどっちでもね、うん、通用するような。そうですね素敵よね。いやなんか中東、そうなんですよ。ちょっとこれを輸入してらっしゃる会社さんなんですね。そうなんです、はい、じゃあいろんな絵があるんですか。いろんな絵があるんですよ。その割とこう小さい絵とかもいろいろあるんですか、はい、情熱馬はこの1枚しかないんですけど本当はいろんな絵がたくさんあるんです、はい、あらまあ素敵。いいっすよね、うん、いいこの絵はいい。なかなかでも本当着物も似合いますね。いやだからさそのだから初めてその芸術座に出た時に衣装さんのところに行って、ずっとこうやってたわけですよ、そしたらもうその衣装さんとかね、あんたらねこうやってこうやってやるもんよ、はいはいはい、もう全然できないじゃん、だからさ2ヶ月もあったらさ、少し何か覚えようと思って、それで帯の結び方をその時に教えてもらい、着物ってこうやるこうやって着るんだっていうのを教えてもらい、そこからやっぱり自分は本当に足りないなと思ってちょっとずつでもなんかしようと思って着物は一生懸命着れるように頑張ったのよ。なるほど。やっとそれでもさ休み休みだよ、その常にやってればいいけどさ、2ヶ月終わったらもう何もしないじゃないそんなのの繰り返しでさでもその50、60になったら着物はなんかほら若い頃って着物着るとちょっと恥ずかしいじゃない、はい、なんか、うん
うん、なんかちょっと、ね、でも60ぐらいになったら50、60になったらあちょうどいいなって感じになるからちょっと似合う自分でも似合うんじゃないかって、うんうんうん、だから今だからそうやって着物を着ていこうというのが自分のマイブームなんですね。あ本当ですか、はいはい、じゃあもうきっかけはあの僕と共演させていただいたあのウライデカで、あのあそこの時に初めて衣装さんやってくださった方 と、うん、何年前かな、あのずっとまたあの衣装さんで来てくださったのね。東方の舞台じゃないですか。だからその東方舞台の、から来てくださった。だから雪まろげの時にそうだった。そうですよね。その時に、あの時のったら何にもできなかったの教えてもらった。そうそうって言ってでもちゃんとはいはいこれはいこれって、ね、私ちゃんと自分でやれるようになってたんで、あ感動よくできましたよくできましたって褒めていただきました。衣装さんに、ああいう衣装のおばちゃんも大事なんだよな。本当大事なの、ああいう人たちがいないと、そうですね、日本の文化は育っていかないんですよ。ちゃんと怒ってくれるじゃないですか。そう、何にもできないって怒ってくれるの。そうですよね、うん、いやリエさんいいですよ。最近僕怒られましたから、あんたいつまでできないのよそうそう、いやそれでいいのよ、あんたいつまでたってもできないわいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア363-133。柴田さん、役者をやっぱり志すっていうのは最初富山ですよね。はい、富山にいらして、演劇やってたんですか富山では。いやだから、まあ、高校演劇ですよ。高校演劇部、高校まで、うん、演劇部、高校までですから高校、そうですそうです。あそれでもう女優を目指して。いやいやいや、なんて言ってるのかな。一番最初は富山ってね、中学校の時に立山登山ってやるんですよ。立山連峰の、はいはい、あの突端の小山っていう立山に登るわけです。でその時にやっぱりほら修学旅行状態でさ、みんなこう一室にこうみんななんつうの雑魚寝みたいにするじゃない、はい、でその時に誰も寝やしないじゃない、早く寝なきゃいけないのに、でそこでさみんなでさ歌合戦しようとかなんとかやってるうちに、キャ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 やってるうちに、私はただ見てたの、みんなこう歌うのね、はい、リエちゃんもなんか歌ってって言われてさ、私って言って、なぜか山本リンダさんのモノマネをしたんですよ。そしたらすごい受けて、って言って、その時に初めてね、自分が勇気出して人前でこう楽しくやると自分も楽しいし、そこから一気に友達が増えたんだよ。こんなに友達って増えるんだ、はい、学校のお友達ってさ割とほら自分と似通った人と友達になるじゃん。例えば、うんね、近所の人とか、それから成績が似てる人とか、そうあとから例えば手芸が上手だったら、お友達とか趣味があったりとか ね、そういうなんか運動も、あの走り速く走る子は速く走る子でお友達、はい、遅い子は遅い子でお友達になるじゃない、だから そういう垣根を全部取っ払っていろんな人と友達になれたの、みんな、リエちゃんとこんな人だったのって来てくれたから、これは面白いなと思って、でそれからなんか学芸会みたいなのがあったりとかしたら、割と積極的に行くようになって、でちょうどその頃に田舎にもこう旅回りの劇団が小さい体育館とかでも小さいところに来るじゃん、小さい町の体育館かなんかにミュージカルかなんかで来たりするのよ、みんな手弁当で、そこの高校生たちが照明運びに行ったりとか装置作りに行ったりするような、そういうのに来て、でわー楽しいな、こうやってみんなで作ってやるの楽しいんだなと思うようになって、で極めつけは、高校の時に早稲田小劇場というアングラ演劇の劇団が、あの私富山県の八尾町っていう町なんですね、でその町のその裏に戸賀村っていう村があるんですよ、なんとその五箇山みたいなその合唱作りの村なんだけど、そこにそのアングラ劇団が来たっていうので、どんなだろうと思って見に行ったら、すんごいかっこよかったのが白石佳代子さんだったの。白石さんね、うわかっこいいと思って、それで一気に演劇少女にガバッとなるわけですよ。なるほど小劇場だったんです。そうあれアングラにちょっとアングラ行きたかった。だからその当時さ、唐十郎さんところの赤テントだとかさ、ね、寺山さんところの桟敷とか天井桟敷とかさ、
あとだから東京行ったらどんなもんが見れるんだろう見れるんだろうと思って、はい、でだから高校卒業して東京に来て東京大学行って、で一応演劇部に入ってでそういうのを見て歩くっていう。あ、なるほど。じゃあ全然東京あのボードビルショーと全然違うよ。全然違う。白石加代子さんと東京ボードビルショーじゃどうしてまた東京ボードビルショーになっちゃったんですか。いやだから、まあ、大学でそうやってそういうアングラ大好きで見てたけど、いざまあ大体3年生になるとみんなねゼミだとかなんとかつってやめてくんですよ、はい、でも私なずっとどうしようかなと思ったけど、自分が紺のスーツ着てこう仕事してる絵がどうしても想像できなかったから、あ舞台やっぱりやりたいなって思うようになって、で真剣にいろんなところを探しに行くわけです、ちょっと私早稲田小劇場無理かもって思ってそれは何故ですか、なんで無理だと思ったんですか。なんかねもう 本とかいっぱい読んだけどちっとも分かんないのよ。なんか難しい演劇書で赤鉛筆でいっぱい線引っ張ってるんだけど、何のこと言ってんだろう、劇的なるものを巡ってって言われても。富山で見た時は感動したんですよね、いやかっこいいとしか思わないじゃない、やっぱりあんなかっこいい、ストーリー、まあ、確かにストーリー分かんない芝居多かったですもんね、そうかっこいいと思ってギリシャ悲劇とかも一生懸命読んだりしたんだけど、それをどう自分でどうしていいかさっぱり分かんなくて、ほら私こういうの向いてないんじゃないかなと思って、それでいろいろ見てあげたら、やっぱりねお笑いって面白いんだなって、やっぱりその一番最初に山本リンダさんのモノマネやって人を笑かしたっていうのがそこでムクムクムクと出てきて、なるほど、やっぱお笑いって面白いなと思って見に行ったのがボードビルと乾電池だったんです。なるほど、両方やっぱりあの頃は両巨頭っていうか、そうお芝居の中での笑いというのでは両巨頭だったでしょ。でちょっと遅れて三宅さんたちの SET が、あ、そう SET みたいなね、はい、のがあったから、だからでも私はボードビルのやっぱり、ね、B 作さんが好きだったんだよね。あの B 作さんの圧倒的な存在感っていうのかな。確かにそうですね。その技術とか、ね、こう細かいものを全部こう取っ払ってもあの人のこの思いにかける存在感というのかな、その舞台にかけるこう言い方っていうかな、思いというか、ああいうのがねもう本当に好きで、これはこの人しかいないと思って無理やりボードビューの門を叩いた。なるほど。やっぱりすごく、ね、無理やりですね、こう目につきますよね、美作さんね、絶対こう、あの群衆の中にあっても、そう、あの劇場に入る美作さんを捕まえてですね、でいきなり直談判です。その当時入りたいなと思ってこう行くじゃない、見に行くんだけどさ、なんかこう制作の偉そうなマネージャーの偉そうな人がいたんだけど、偉そうにしてんだよね。なんかあいつだな、きっと一番偉いのと思ったんだけど、あいつ嫌な感じだなと思って、あいつに話しても絶対私なんか門前払い食わされるなと思ったから、あいつじゃないやつにしようと思って、こうだったらもう絶対大好きな美作さんに行くしかないと思って、大学4年生の時に美作さんが劇場に入るところだったら絶対捕まえられると思って、その日見るために整理券一番取って、だから劇場に入ってくる美作さんをガバッと捕まえて、美作さん突然ですけれども私この劇団に入りたいんですけど、かっこいい、って言ったら、って言われて、いやいや、あのいや入りたいんですけどお話聞いてくださいって言ったら、いやいや、うちは今年はあのいやいや、あのぜひでもお話だけでもって言ったら、もうしょうがないからこういうところは目立つからって言って、楽屋まで入れてもらって、そこでもずっと直談判、最初断られて、いやすごい、いや積極的に、じゃあもう、何回も断られたんですか。いやその日断られて、でじゃあもうこっちから連絡するからって、いやそんなことは信用しません、大体電話は来ないと思います、しかも私電話持ってないし、アパートの大家さんのところに電話してもらってそこで私行くわけですけど、そういうことではきっと電話来ないと思いますので、どうしても今日じゃないと困りますって言ったら、もう今からもう舞台の準備しなきゃいけないんだって、ああそうですか、困りましたねって言ったらじゃあ明日来てくださいって言われて、あ、じゃあ明日また来ますって言って、明日また次で今黙っちゃったらお前また来たのかって言われて、はい明日来いって言われたから来ましたって言ったらさ、
じゃあ今日から入るよ。その代わり1年間裏方だぞって言われたの、うん、へそれはちょっと嬉しかったの。裏方だって、もうそばにいるだけで役者です、役者修行したいですなんて言える状態じゃなかったから、あもう裏方でもいいですからもうお願いしますって同期は久本さんも同期ですか。同期そう、そのだからその半年後かな、久本が大阪から来たのは、だからその年はだからオーディションがなかったんですよね。でその私は無理やり入れてもらって、ってかもうその日からもうすぐに、こう昔地がすりってあの下、今パンチとかリノだけど、あの縫うやつがあって、暗幕破けての縫うのをやったり、照明さんの横にいてタバコ買ってこいって言われて入っていくとかそういうのを大活躍ですね、いきなり入って大活躍だ。何にもしてないそんなの始まって、もう事務所の電話番とかやらされて、でそういうのをやってるうちにある日、お前あもうね、その時に、その次の2月に公演があったの、私がやったの11月だったんだけど、2月から公演があって、その時にもう役がついたんだよ。あそうですか、うん、それが2月のやつにもういきなり大抜擢で、中国の首相の役ってやつで、チンパンジーっていう役出た、ね、出た、見たかったチンパンジーもう一生懸命中国語で演説して、いうなんかそういうちゃんとセリフもある役をね、いただいて、本当にありがたかったんですけれど、でそれが初舞台で、でその4月に久本が入ってきた。ああそういう、まあ世代的にはそういう世代だったんですね。世代だったんですね。だからもうすぐ久本とはまあ仲良くなったっていうか、あれで2人で。なんかマラソンしたり発声練習したりしてましたよ。だってほら、もう一回舞台は踏んでるけど、みんなとはもうレベルがもう全然違うのが分かってるから、かといって養成所入ってるわけじゃないので、こう稽古みたいなことはさせてもらえないわけですよ毎日、ただバイトしてるだけだから、で稽古になったらただ体育座りで見てるだけなんで、もう何にもできないから、とにかく何かしようって言うんで、久本と二人でずっと発声練習とか やって、その何にもできてないんだけどさ、いやいやいや、でもその努力っていうか、その前向きさですよね、やっぱりね、何かやんなきゃっていう、本当何かやんなきゃなのよ、何にもできてないけど何かやんなきゃって、二人で芝居見に行ってさ、で、あの乾電池を見に行ったら、そこには松金よね子さんとか岡本玲さんとか田岡美也子さんっていう女性がいらっしゃるわけですよ。もう達者な、そうそう、ボードビルは割と若い女性で、割とこう可愛いかブスかぐらいなもんで、可愛いかブスか全部が出てればなんとかなるみたいな今これ全部、今こういう言葉言っちゃいけないんだよね。いやもうこの番組セクハラみたいな、この番組大丈夫ですそうなのよ、昔はそうだったの、お笑いなんて、まあ、ブスには自信があったし、多少デブだったからデブも自信あったんだけど、だけどさ、なんかそういうぐらいで、だけどね、その乾電池の舞台はそのちゃんとした技術っていうか力量で、あの岡本玲さんも、あの松金よね子さんも、田岡美也子さんも存在してたのよ。で、女性だけのシーンがあって、女性だけの笑いがあったの。あれに憧れてね、久本と二人で飲みに行っちゃうさ、ああいう風に自分たちも、今はもうやっぱり添え物だけど、その添え物じゃない、あの女だけで笑い取れるような役者になりたいねっていつも飲んで言ってたよ。本当に。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。先輩たちみたいになるには、先輩たちのように苦労もして、そのむちゃくちゃなこともして、失敗もしてやらないと大きくなれないよねって言って、それでじゃあワハをゼロからやろうっていうことで、下ネタに関してはうちは爽やかだからね。あの裸スーツを発見した時に、裸スーツを作った時には、私たちは天才だと思いました。
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133。